フルーツ工房 F。お、カカオアイス、バニラアイス。やば。でか。よし、じゃあ。フルーツ工房 F。パフェね、美味しいらしい。お、カカオアイス、バニラアイス。じゃあ中入りましょうか。はい、行きましょう。じゃん、こんにちは。2名です。アルコールソーダと。何頼んだ？頼んだのは、まあこれお食事は11時からだったけど、ちょっとまだちょっと10時半やもんね。だけど予定でカツカレー950円でピザマルゲリータ850円。食べ過ぎやない？これがパパと俺で食べようかなと思ってたけど、ちっちゃかったら俺一人食べる。あ、出た。で、パパさんは、宗像牛リンゴカレー、一番食レポができやすいやつですね。大人気です。これはここでは人気ので、僕はドリンクのミルクのホットですね。牛乳ってこと？そうです。多分牛乳で、他に頼んだのはパフェ、いちごパフェ大きいのが2つ、俺とパパの。じゃあ待ちましょうか。おう、はい、届きました。パフェやばっ、でかっ、行列のすげえ。うまそう。じゃあやばい。ちょっとじゃあいただきましょうか。スプーンもでかいね。アマオもらおう、アマオ。うわ、ちょっと待って、アマオ、これ取れるかな。うわ、落ちるよ。うん。いちごは、柔らかいで、もう歯をもうすぐ刺した瞬間ね、中身がね、じわって、ほんとすごいおいしいよ。見て、これこれ白身白いところ、これもおいしいんだよ。こぼれてるタレもおいしいし、ソースって言って一番上食べようか。落ちそう。ああ、うん、おいしい、食べていこうか。どんどん解体していく。ホットミルクもいただこうか。あれや、牛乳やけど、ちょっと違うよ。飲んでみて。俺お腹痛くなるよ。違う、マジですごいよ。なんか違う、牛乳的なものじゃない？ああ、なんかわかる。なんやろこれ、バニラ？牛乳。いただきます。牛乳やった。あまおうのいちご味もいただこうか。あまおういちご味どうぞ。あまおういちご味。あまおうのこのアイス。あ、うまい。おいしい。大人気店。人がそんな臭そうに見えて、めちゃくちゃ美味しいという。それさ、カレーのスプーンじゃないの？そう、うん、こっちやろ。あ、カレー？カレーやろそれ。じゃあ後でカレーに。まさかこれカレーのスプーンとは思ってなかった。あ、これの方が取りやすい。うん。美味しい。美味しいよ。みんな多分ね、これ見てね、お腹すくと思うよ。こんなに見たらお腹すくよ。うわ、硬いところに。完食。美味しかった。うん。まあ、パフェ食べたけ、次カレーやね。まとっか。じゃあこの動画は一回締めます。チャンネル登録してね。バイバーイ。あー、カレー待ちだ。うん。それ俺が取るやつだね。俺が取るやつ。見てみて、リンゴ。いや、肉や。あ、リンゴ。リンゴ。あれじゃない。うん、じゃあ俺全部食べるわ。出た。